皆さん、こんにちは。市川猿之助さんの一家心中が話題になり、その遺書の相手が誰であったのか話題になりましたが、相手は付き人であった石橋正隆さんだということが判明しています。石橋正隆さんと猿之助さんの関係は澤瀉屋内では有名な話だったそうですが、実は猿之助さんの前に元彼がいたことも知られています。度重なる男性後輩役者への性加害が報じられた猿之助さんでしたが、以前は大道具さんにご就寝のようでした。主に歌舞伎座に出入りしていた大道具さんでしたが、その方も難色家だったようで意気投合し、プライベートでも会っていたそうです。しかし2019年頃から石橋正隆さんが歌舞伎界に参入し、その方は用済みとばかりに乗り換えられてしまいました。猿之助さんに捨てられて以降、その大道具さんの歌舞伎舞台への出入りはほとんどなくなったそうです。それではここからは石橋正隆さんの猿之助さんと出会うまでの経歴と女性遍歴をご紹介いたします。石橋正隆さんの父親は俳優の石橋正司さん。石橋正司さんは1970年代には明日の城の舞台、映画ともに主演を務めるなど大きな活躍をされています。その後もドラマや舞台で活動され、市川猿之助さんのスーパー歌舞伎セカンドを含め猿之助さんとの共演も多数されています。また歌手としても夜明けの停車場で1972年にはオリコンランキング11位を獲得し、第23回紅白歌合戦にも出演されています。そして息子の石橋正隆さんも俳優としてドラマや舞台で活動し、市川猿之助さんの舞台やドラマにも単独で出演されています。所属事務所などの情報は見当たらないことから、ソロで活動されているようですね。親子で俳優ということなので、子供が俳優になると3代になりますが、石橋正隆さんは結婚はされていないようです。石橋正隆さんの経歴を調べてみると、1990年 TBS 月曜ドラマスペシャル弟に子役として出演されています。2000年の侵略美少女ミリではターバンマンという役もされていますね。その後もドラマ出演されていますが、数は少なくちょい役が多かったような印象です。舞台では1988年さよならの約束に出演されたのが初舞台となります。近年では市川猿之助さんの舞台に父正嗣さんと出演されたり、また猿之助さんのマネージャーもされているとの情報もあります。そして石橋正隆さんといえば小柳ルミ子さんですね。石橋正隆さんと小柳ルミ子さんは2007年に交際が発覚しました。小柳ルミ子さんは1952年生まれで、2023年現在70歳、2007年当時55歳になります。一方石橋正隆さんは1979年生まれで、2023年現在44歳、2007年当時28歳なので、石橋正隆さんと小柳ルミ子さんの年の差は27歳も離れているんですね。石橋正隆さんと小柳ルミ子さんの交際のきっかけになったのは、2006年の舞台清水の次郎長外伝から恋女房お蝶の奮闘記からでの共演だったといいます。小柳ルミ子さんが必死に取り組んだ主演舞台清水の次郎長の共演がきっかけで、ホットな交際に発展しました。小柳ルミ子さんは親しい友人に石橋さんのことをボーイフレンド彼と紹介していたそうです。舞台期間中は石橋さんが共演者同士の食事会の後、小柳ルミ子さんを車で自宅に送ることもあるなど、芸能界の大先輩と後輩の関係から信頼を深めていきました。そして食事会などを通じて交際に発展、2007年7月の時点で指輪もプレゼントしていたそうで、石橋正隆さんは周囲に一世ついていきたいと語っていたといいます。すでにお二人は同居もされていました。小柳ルミ子さんが石橋正隆さんを選んだという表現ですが、この時舞台清水の次郎長外伝恋女房お蝶の奮闘記で共演した中原優也、本名内田優也さんからも好意を持たれていたんだそう。石橋正隆さんも同じ舞台だったので、
三角関係ですね。二人からビビってされたんです。石橋以外にもう一人いたんですね。モテたんですね、あの時は、と小柳ルミ子さんは当時を振り返っていました。ルンルンでしたね。二人からこんなに可愛い方だと思わなかったと言ってくださって、小柳ルミ子さんはモテモテだったようですが、石橋正隆さんを選んだ理由は、私の胸にポーンとスコーンと飛び込んできたのが石橋さんだったんですよ。そして小柳ルミ子さんの再婚報道が出ることに、一部スポーツ紙によると2人は2006年4月から交際し、石橋さんはすでに小柳ルミ子さんに指輪をプレゼント。前年亡くなった小柳ルミ子さんの母親の喪が明ける、今年12月末にも再婚するというものでした。この報道でマスコミも格好のネタと連日報道されますが、小柳ルミ子さんは完全否定しています。私の再婚に関する記事は事実ではございません。これはどういったことだったのでしょうか。実はこの再婚報道の発端は石橋正隆さんの一人相撲だったんです。今回の再婚情報は全て石橋サイドからのリーク。フォーリポーターなんかはワイドショーで、石橋と食事したらこう言ってたなんて得意げに話してましたが、小柳が再婚を否定したからには石橋が自分で言いふらしているのはバレバレですというふうに、石橋正隆さんが周りに再婚するという話をされていたといいます。そして当然マスコミは石橋正隆さんを直撃します。すると小柳ルミ子さんのコメントを受け、報道陣が石橋さんの講演先に集まりましたが、石橋さんは無言で逃走しました。実はこの時点でお二人は破局していたそうで、破局の原因はいつまでも甘えられて疲れたという小柳ルミ子さんのコメント、甘えたさんだったようですね。2007年11月には同居も婚約も解消されています。これには驚きますが、振ったのはどうやら小柳ルミ子さんの方で、石橋正隆さんは未練があったのかもしれませんね。その後の石橋正隆さんは10年間ほど某アダルトビデオメーカーに勤めています。作品には出演していましたが、脇役だったようで、俗に言う知る男優だったそうです。セリフはせいぜい「う」や「出る」程度のものしかありませんでしたが、そんなセリフでも覚えるのが苦手だったそうで、先輩からはこっぴどく叱られていたそうです。しかし簡単なセリフも覚えられない石橋さんが可愛く見えたのか、年上の女性共演者には可愛がられたそうです。女性共演者にチヤホヤされて調子に乗った石橋さんは、脇役であるにもかかわらず主役の女性共演者を口説いたりしていたそうですが、これが功を奏してまたもや10歳ほど年上の有名女優と交際していたことがありました。石橋さんはゲイであることが判明した猿之助さんに、遺書の中で愛してる、来世でも会いたいなど大変な好かれ具合でしたので、間違いなく猿之助さんと体の関係を持っていたことは察せます。しかし過去には年上女性ばかりと付き合っており、難色家である様子は見当たりません。そして猿之助さんの事件からまだ2週間ほどしか経過していませんでしたが、すでに石橋さんは女性とマンションに入っていくところを週刊誌記者に突撃されています。石橋さんは遺書の名前について人違いだと思いますなどと自身ではないと否定。さらに猿之助さんが死のうが関係ないと聞かれると、関係ありませんね、猿之助さんが起こした事件について全く悲しくないという問いにも、はい全然と答えました。石橋さんが猿之助さんの彼氏のような存在であることは歌舞伎業界内でも有名な話だったようで、猿之助さんの復帰を願う業界関係者からは怒りの声が上がっています。石橋さんが猿之助さんの騒動について無関係を貫こうとしている理由については、世間からは何か事件に関与しているのではとの疑惑の声も上がっています。しかし過去の石橋さんの女性遍歴と現在の様子から察するに、石橋さんは空気に流され、猿之助さんの病的にホモセクシャルな性癖に付き合っていただけで、実はその気は全くなかったのではないでしょうか。いやいや体の関係を持っていた相手が自殺未遂をして遺書に自分の名前まで書いていたら、そのあまりの重たさに耐えきれず逃げ出してしまうのは当然のことのように思えます。
最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。